1曲目は私たちのオリジナル曲花フラワーをお聴きいただきました。あーちょっと待ってバレちゃうみんな気がかなかったことにしてください。それでは自己紹介したいと思います。さきぴょんです。さくです。みちゃんビーム。トゥインクルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、コロナの影響でですね、最近ライブが全然できてなくて、今日久しぶりのライブとなります、はい、イエーイ。はい、この状況の中で来てくれた皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、話は変わりましてですね、はい、2日後になんとみーちゃんの生誕じゃなくて、違う、ね、誕生日です。イエーイ。そうだよ、そうだね、3月31日はみーちゃんの誕生日でございますよ、はい、そしてですね、それにちなんだお知らせなんですけど、来週の4月4日に、うんうん、バーサス東海ホールさんで、はい、みーちゃんの生誕祭があります。イエーイイエーイ、やった、はい、やった。予約はまだ受付中なので、ぜひティンクルの公式ツイッターの DM に予約してくれると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、はい、ではですね、生誕祭に向けての意気込みをみーちゃんお願いします。はい、あ、意気込み、そう、あ、なんでもいいよ、なんでもいいよ、急だね、一言一言、そうですね、まあ時期も時期だからあんま来れないを知れないけど、来てくれたらすごく嬉しいです。全力で頑張ります。イエーイ。意欲特典はかわいいかわいいフォトアルバムです。みーちゃんのです。今日はちょっとね、鳥が多めだけど頑張ります。はい、ありがとう。はい、今日はですね、ティンクル新カバー曲をお披露目したいと思うんですけど、はい、はい、いつもとなんか違った感じのイケイケティンクルが見れると思うので、楽しんでいきましょう。あ、ちょっと待って。あ、はい、ごめんごめん。はい、じゃあさっく曲振りお願いします。こぶしファクトリーさんで明日天気になる。何回も何回も
Thank you.
だよ、みーちゃんだよ、さきぴょんだよ、サンリオステトゥインクルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この後多分あそこかな、あそこで交流会ありますので、お時間ある方はぜひぜひお願いします。そして撮っていただいた、写真や動画はハッシュタグトゥインクル、さきぴょん、さっくん、みーちゃんをつけてTwitter や YouTube とかいろんなところに上げてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。